電車でゴー。皆さんお待ちかね。はい、どうもヨッシーです。今回も電車でゴープロフェッショナル仕様実況プレイやっていきたいと思います。今回運転する電車は、こちら関空快速37号関西空港行き運転していきたいと思います。さあ、23回目以来のこの車両ですね、223系で、今回は奇襲時快速は連結はしてないんですよね。それにしても珍しく快速電車のように37号っていうのがつくっていうのがいいですよね。よし、第23回以来、奇襲時快速以来の運転だから、しかも到着時間が一緒なんでね、気を締めていきましょう。出発進行。では大阪発車。やっぱり VVVF インバータ制御があるからね。で、大阪環状線止まってますね、いきなり。場内進行。皆様、今日は JR 西日本をご利用いただき誠にありがとうございます。この電車は関空快速37号関西空港行きです。天王寺までの停車駅は西九条、弁天町、新今宮、天王寺です。次は西九条です。制限解除。まあ、まずは難なくクリアですね。まあ、最初のダイヤはあれと全く一緒ですね。奇襲時快速と全く同じダイヤル。ただブレーキ使わずに加速するだけっていう簡単な仕事だ。ここも同じく大丈夫。よし、ここもブレーキ使わずに、もうマスコンだけしか使ってないですか。大阪環状線また来た。とか西九条もう到着か。まもなく西九条に止まります。よし、西九条線はお乗り換えです。西九条の次は弁天町に止まります。西九条停車。なのでもこのブレーキだもんな。よしよし、いい感じだったな今ので。よしよし、まずは難なくクリアですね。いや、もう雨がもう本当にきついね。次は通過駅なし、弁天町です。ドアが閉まります、ご注意ください。ピンポンピンポンっていいな。出発進行、制限90。西九条発車。で、右 の真ん中にあるのがユニバーサルスタジオジャパンに行く方面ですね。進行。お、221系、あれ大和路快速です。制限90。ここはそんな速度出さないはずですけど、あっという間に到着ですね。まもなく弁天町に止まります。地下鉄中央線はお乗り換えです。弁天町の次は新今宮に止まります。あっという間に到着ですね。
弁天町停車、制限解除。大丈夫大丈夫。あーごっちょうど50センチだった。秒はもらえなかったけど、まあでも合格範囲なんでね、 OK です。ドアが閉まります、ご注意ください。さあ、シーマニア結構通過駅、そこそこの通過駅ですからね。出発進行。弁天町出発進行。さあ、まず大将の通過が本題だからな。第二併設進行。境川信号場ですね、あれが。進行制限60。よし。これで大丈夫。これ60キロの方がいいか。60キロキープ。で、あの左の大阪ドーム、大阪ドームですけど、今は京セラドーム大阪ですね。木津川。よし。お、あれは。おお、381系来ましたね。うん？なんで連結してんのあれ？あの水色が。大将通過。なんだあれ今のは。出発進行。いけるかねこれ。よし。第一並走進行。ああ、やっぱ良かった。60キロキープで正解だったね。まあ、100キロは出さないだろうな。場内進行。芦原橋。よし。出発進行。いけるか。ああ、なに。うわ。場内進行。わずかに1秒早かったし。今宮通過。やばい、もうミスが許されなくなったと。なんとしてでも。出発進行。よし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 。75キロでいいや。オッケーオッケー、取り返した、なんとか。さあ到着ですね、もうすぐ。場内進行。うん、アルミ量なんだ。まもなく新今宮に止まります。南海線、関西線はお乗り換えです。新今宮の次は天王寺に止まります。ということでこっちですね、南海本線に。新今宮停車。地味だな、時間が。うまく止まれるかの話だが。
オッケーオッケー、よしよし、おお怖い、雨が怖い、やった、ブレーキ感覚ミスるとやっぱきついな。さあラスト天王寺、ドアが閉まります、ご注意ください。よし、出発進行制限60、では新間宮発車、つか大阪環状線もう来たか、制限解除、あれ、あの2両さっき来たけど、あれ難波線の線路を走ってましたね。あ、もう到着か、間もなく天王寺です。天王寺では JR 難波からの電車と連結をいたします。一旦電車は止まりますが、連結が終了するまでドアは開きません、ご注意ください。優勝、上野進行、そっか連結だったな、天王寺停車、あの関空快速ですね、今右同じく走ってますけど、あっという間に到着ですね。まずいな、かなり時間が早いな、ゆっくり走れば大丈夫なはず。大丈夫かこれ、怖いな、あ、あ、いたいたいた、よかった。そしてありますよね、さすがに行きましょう。ゆっくりですからね。こっからはゆっくり、あとは OK、 併合完了、よし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 、連結も完璧にできたね。よかった。1秒も許されなかったところを見事定着できましたね。時間を。こっからは関西空港に行くってことですね。100点、難なくいけましたね。ではエンディングどうぞ。次はスタッフロールです。
ん感動です。あ、新記録は出ませんでしたね。いやー、でもよかった。ちょっと少しミスあったけど、まあでも100点取れてよかったです。セーブ中です。はい、今日の動画はここまで。セーブが終了しました。次の動画でお会いしましょう。動画を見てくれてありがとう。説明欄の方に Twitter、Instagram をやってます。フォローよろしくお願いいたします。そしてこちら再生リスト、他の動画をタップ。そしてこちらが僕のチャンネルです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまたな。